1981年7月31日の日食は1981年7月31日に観測された日食である。ソ連で回帰日食が観測され、アジアの大部分、ヨーロッパ北東部及び周辺の一部で部分日食が観測された。回帰体が通過した回帰日食が見えた地域は国会北東部、ユーラシア大陸、北、太平洋で、 そのうち陸地はすべてソ連の領土だった。詳細は現在のジョージア北西部、ロシアのヨーロッパ部分南部、カザフスタン、ロシアのシベリア南部だった。また、海域日食が見えなくても部分日食が見えた地域は、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク北部と東部、中央ヨーロッパ東部、ルーマニアのほとんど、ブルガリア中東部、ギリシャ北東端の小さい部分、 西アジアのほとんど、南アジア中北部、東アジアのほとんど、ビルマの北半分、ソ連全国、デンマーク領グリーンランド中北部、カナダの北西半分、アメリカのアラスカ州、ミクロネシア北部、北西ハワイ諸島。そのうちヨーロッパとアジアでは、大体7月31日に日食が見え、北、アメリカでは、大体7月30日に見え、 白夜のあるグリーンランドの一部などでは、深夜0時をまたいで7月30日から7月31日まで見えた。アメリカ大気研究センターの高知天問題、アメリカ海軍研究所の E.O. ーーハルバート宇宙研究センター、現在のロシア科学アカデミーの前身である、ソ連科学アカデミーなどの科学者はこの回帰日食を、機に、上層コロナの研究をした。 アメリカとソ連の合同観測隊は、ソ連イルクーツク州のブラーツクで、回帰日食を観測した。科学者は、コロナグラフの観測結果、ブラーツクで撮影されたコロナの映像、P78 から1衛星に搭載された、ソルウィンドの観測結果により、コロナの 3D 構造について研究した。ありがとうございます。